三佐五沢峠は、秋田県北秋田市と秋田県大館市の境にある、峠。北秋田市兄前田の東方から流れる小俣川に、沿って、大杉を過ぎ、大館市比内町大久津の南方から流れる西川に、添い上流の茅野の戸沢に越える峠。かつての峠は洋峠といい、現在の峠より500メートルほど東南東にあった。 要峠への北秋田市川の沢は、ガシャの沢といった。ガシャの沢とは、谷宇つの地域での名前であるが、シャの花が多く咲く、沢の意味である。菅江雅美は1803年この峠を往復し、湯の沢温泉に通ったことを、修下倉見の塔に記録している。大谷、戸沢、泥つなぎを経て調子台という、川面の一つ家に安らして、要と言える山道はるばると登り、 息苦しいう、辛くして、峠によじて、塗料の額の雪まだらに見渡して、涼しいう、岩に尻宴げせり、とある。この時、現在は、森吉ダムに沈んでいる砂後沢集落の様子も、絵図と共に記述していて、山間地であるのに、単なる観村ではない様子が伺える。これは、国境警備のためと考えられる。年秋田戦争で、 大久津鉱山を占領した森岡藩平が8月28日、この峠に押し寄せているという情報が入り、警備体制が取られた。ありがとうございます。